はい、知床です。ブラッドステインドカースオブザムーンやっていきたいと思います。 OK、 二面ですね。なんかね、悪魔女ドラキュラって言うとなんか二面からいきなりめっちゃんこむずくなるってイメージがあるんですけどね。 OK、画面端に移っても敵が消えないのはなんかファミコンじゃない感じがしますね。OK、 さあ行きましょうか。2発ね。お、いいね。さてと、だが、あーでもな、だがよりもこっちの方がいい気がすんな。危な、見て、そっか、登りきらなかったからジャンプできなかったか。よいしょ、真下に降りるっていうね。あーなるほど、下に行く道もあるね。まあいいや、上行っちゃうか。ショートカットが出てくるね。 OK、 お、回復、イエス、ワイン、 OKOK、 変える？違うの、なんだあれ。あ、あぶね、あぶね、え、結構これジャンプ、あぶね、ジャンプ、ジャンプだね。ジャンプしてきたら下がった方がいいね。前に進め、全然タイミング見計らって、あぶね、ジャンプしてこないタイプもいる。あれか、目が隠れてないやつはずっと潜ってくるんだな。オッケーオッケー、コツをつかんだぞ。よし、いけたいけた。え、なこれ、あ、これか。あ、これあれですね、攻撃力アップだ。なんかなんとなくそんな気がする。ん、これどっち行くの。あ、やべ、あぶね、これ上に来るパターン、いて、まあいいや、先行っちゃおう。よいしょ、なんだこれは。あー、ウィップ、いや火力アップにしようかな。これはまあ取ってもいいね。どうするかな。なんかあぶね、そういうことね、ムチを使っていくのね。オッケーオッケー、あ、やべやべ、やばいやつが来た、こいつ大嫌い。よいしょ、 OK、 あー取る必要なかった。いいんじゃない、いいんじゃない。あ、来たね、これ厄介なんで。あ、やべ、あ、危ねえ、ここで食らいたくない。 OK、 バチシバチシバチシですよ。 OK、 降りてく。あー、これはいけないね。お、いいんじゃない、セーフ。 OK、 ダガーか、ダガーそんなに欲しくないんだよな。やっぱ上に3方向で与えられるダメージ攻撃ってなかなかね強いと思うんですよね、この武器ね。上にうち使えないから、いて使えないから結構難しい。お、いいんじゃない、回復、よしよし、あれ食らってなければ全開できたな。ん、コウモリか、こんな感じ、この辺かな、なんか OK。 あー、いいねいいねいいね、 OK。 いや、コウモリ強そうだねこれ。うわ、危ね危ね、早っ早っ。え、マジか、これ絶対やばいやつじゃん。危ね、これも使ってこう、ガンガン使ってこう。 OK、 危ね、あぶね、あ、回復だったのかな今。お、なんかヤバそうなやつがいるよ。なんだこれ、カマか、使ってみようか、使ったことないけど。おお、強い。これはいいぞ、よくわかんない、あぶね、
急げ。おお、あぶね。いやこれめっちゃ強いな。お、なるほど。なんだ、あ、なにこれ、下に投げたり。あー、面白い面白い、いいねいいね。あれドーンってきたら一気に降りて、オッケー、強い。なにこれ、なにこれ、なにこれ、壊れない、ダメだね。別のキャラだったらいけんのかな。なんか今後キャラ新しく捕まえてまたいけたりしないかな。オッケー、ドシーン、お強いね。あれなんだろう、ちょっと気になるね。パワーアップアイテム的なやつかな。ロックマンで言うとイーカンとか。よし、展開。お、ムチ。ゲージ増やして、あぶね、いて、当たる。いやーこれむずい。これはムチ、ムチじゃねえや、スリーウェイのこれの方がいいね。え、あぶね、あぶね、ボスか、ボスか、オッケーオッケー。なにこれ、カメ、カメっぽいけどカメじゃない。うわっ、あ、しゃがめばいいのね。なに、危ない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 。あ、オッケー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 、そういうことね。いて、いや待てよ、キャラ変えよう。いて、いて、うわ、ダメージ一発も当たられてねえや。当たってない、ダメージ当てない、ダメージ当てない。オッケーオッケー、これで連打。いて、むずい。むずいぞこれ。よけろ、危ない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 、殴れ殴れねえ、いて、殴れね殴れね、いて。いやこれどうするよ、むずすぎだぞ。あ、こっから2の状態でどうしろってんだよ。あー、これの方がいいな。ジャンプで避ける、オッケー。とっとと行こう、ポイント貯めて。いやこれむずいな、まだ4ライフあるからね。ちょっとパターンを掴もう。オッケー、これで、あ、え、待って、斧じゃない。斧じゃないぞこれ、突っ込んでくるよね。あー、乗りたかったんだけどね、うまいこと乗れないって。いて、ダメージ、あんたにあんてない、やべ。あ、このキャラで殴るしかないんだな。わかった、危ない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 、いて。ハハッ、オッケーオッケー。でもね、パターンわかってきたよ。さっきのあのシャボン玉みたいなやつ使い始めたらムチですね。え、あ、こっからか、カマ。ポイントゲット。ムチがいいですね。あぶね。あ、やべ。下がっちゃダメだね。あー、なかった。あぶね。一発食らっちゃったね。これはない方がいいな。うん。カマの方が強い気がする。降りて、殴る殴る。3、4、5。オッケー、危ねえ。この辺壊れるのはない。うん。ポイントあんま使いたくないからな。2345と、オッケーオッケー。まあ、あの5発分を斧で補うのはなかなかですけどね。さ
最高の連打の方が良かったんじゃないかとちょっと思い始めてはいる。お札、お札か。多分、あ、降りてこない。あ、危ねえ。こいつ、厄介すぎる。あ、きゃ、あー、早い。コウモリ厄介すぎなんだけど、むっちゃむずいなあいつ倒すの。まずは投げる、あ、間違えた、投げるで、あ、投げるときにやべ、あー、ダメだ、あの、あのあのところ当てられねえや、いて、いやこれむずいな、どうすんだ、残機アップして復活はしてくれないんだ、ウィップの方がいいな、もうこれ来るの構えといて、切る、あ、切れないや、あ、いて、射程が短いから移動速度に間に合わねえ、射程が短いから移動速度に間に合わねえ、いやこれほんとむずいぞ、このキャラでいくと超きついわ、まあ、開幕で札をやつの懐に入れる、で、で、ダメだね、ダメなんだ、札を使うとき立つのがね、これクソ仕様ですね。OK、カマゲット。カマだったらあれか、斧の方がいいのか、ワンちゃん。OK。一発使えるか。危ねえ。で、札で、いや、札やめた方がいい気がするんだけどな。斧の方がいいね。で、大ダメージを食らわせる作戦。OK。1、2、3、4、5と。これがな、謎ですね。よいしょ。5ポイント1、2、3、4、5と、あと2機しかないよ、いけるかな、食らってるやついない、よし、あー札にすればよかったな、あー、くそ、そっちから出ちゃうか、あー遅いマジで強いぞコウモリ、あいつマジ倒せねえんだけど、失敗したな、斧だね、札使って本当はここで開幕で入れ、これでずっと殴り続ければ大ダメージだったんですけどね、いてー、あー、避ける、避けれねえんだよなこれ、で、危ねえ危ねえ、で、あー、ダメいや、むずいむずい、どうするかな、キャラ切り替えときはもう少しいけるんだけど、このウィップでいいか、ウィップの方がいいか、これコウモリに対する対応が分かんねえ、ヒューヒーって言ったタイミングで来るのか、早いとき遅いときが分かんないんだよね、タイミング、これダメですね、死ぬな、パターンがコウモリパターンが分かんねえの、マジで
届かねえな。あしかもダメ。あこれね早いしね、しかもあれの避けパターンもわかんないよね。これに3個来てる時にダッシュで避けるしかないんだよな。ダメだよ、やっぱ弱いね。ウィップの方がいいわ。今度も少しでも減らす。いて上切れねえからな。あぶね。そうそう、いれいやー空中軌道変えられないから難しいね。勝てんのかこれ。斧使い道ないな、使う場面なかったですね斧。あれ、いて、なんでだ。画面が後ろだとダメなのか。あぶね。あダメ、出ねもうダメだ。いてー、ぐだってるぐだってる。あぶねあぶね。ダメージめっちゃ食らったな。これが最後のチャンスっていうとなると、なかなか、ウィップにすればよかった。あ、これもうグダグダですね。あ、キャラが違う。あぶね。キャラが違う、キャラが違う。OK。ウィップ出てこないかな、ウィップ。あ、間違えた。何じゃない使っちゃった。オッケー。あ、ダメだ、届かねえ。あー、無理。あー、ぐだった。ダメだな、これ。勝てる気がしないぞ。開幕ダッシュでね、間に合わねえんだよな。一発食らの覚悟で近づくか。ダメだ。ダメですね。くそ。うわ、痛い。これね。2、3。あ、ダメ。これはやっぱ有効ですね。いっぱい壊せるし。いて。あぶね。あぶね、あぶね、あぶね。いて。あぶね。ジャンプが軌道決まってるから、結構難しいね。あぶね。そっか。ああよし。無知、オッケー。無知ないとダメだね。オッケー、避ける。これ倒さなくていいや。あ、倒せたね、今。くそー。ゲージを少しでも増やす。オッケー。ウィップと鎌が多分いいですね。この敵には。ここで開幕で鎌投げとけばよかったね。よし、ジャンプで避ける。パターン掴んできたよ。2、3。あー早かった。で、あーダメ。で、やーぶねジャンプむずい。オッケーオッケー。この間チャンスですね。
あ、やばい。これ当たるか。当たったー。いやー、微妙だったな。よ、移動できないんだよな、しゃがみながら。これ最後ですね。あれ、ライフ復活してる。なんでなんで。謎ですね。まあいいや、オッケー。当たんない。よし。次勝てるな、でも。危ねえ。リーチポイント増えてるか、ダッシュで。危ねえ。よし。余計なアイテムは取りたくないな。ポイント取っていく。斧はいらない。無視がやっぱいいですね。OK。OK。で、降りて。よし。2、3、4、5と。よし。ポイントゲッツ。ゲッツ。1,2,3,4,5 と。で、キャラ切り替えて、ジャンプでコウモリ避けていく作戦でいこう。よいしょ。狙ってない。あー。 OK、出てきた。ちょっとずつ、ちょっとずつ進んでいくよ。よいしょ。 OK、来たね。あー、いいね。しかも倒すことに成功した。完璧ですね。 OK、 よしよし。開幕で鎌を投げよう。鎌の消耗結構激しいんだよな。ポイント結構近めに入れて。いて、ダメだ。これもう一発食らう。あぶねー。2,3,OK、 避けれて避けれた。で、シャボン玉が出るまで殴って、出たらカマに切り替える。カマじゃねえや。カマの方がいいのか。いて、 OKOK、 避けれて、よし。いて、あぶねえ、あぶねえ。いて。ダメ、ここはダメだ。もうウィップでいこう。よし、いいんじゃ、いいじゃん、いいじゃん、これ。あ、やべえ、この場所、もう一発食らう。おー、倒した。やったー。え、倒せてないの？逃げた、逃げた。第二形態じゃん。いってー。ワンパン食らわせてくんかい。やった、勝ったー。いや、グダグダになったけど、勝ちましたね。よし、パターン使いましたわ。はい。新キャラは誰ですか？あ、ちっちゃいやつだ。ちっちゃくなかった。なんだこのおっさん。私としたことが悪魔との戦いに敗れ、まんまと利用されてしまった。私はアルフレッド、錬金術師だ。錬金術師か。私、私欲のために悪魔を利用する、トガビトメ。何かをなすために、対価は必要だ。悪魔を利用してでもすべきこともある。お前とって目的があるのだろう。私の力貸してやらぬでもない。貴様は気に食わぬが、その術には利用価値がある。今は切らずに置いてやろう。アルフレッドが仲間に加わった。やったね。はい、アルフレッドの説明かな。仲間が増えるとL1R1で交代ができるようになるらしい。あれ、これなんか前回と同じ説明だぞ。攻撃遅っ、射程短っ。バスターロット。アルケミーユーズ。ウェポンポイントがなくて使えねえや。おっちゃんてかもうおじいちゃんだな、これ。はい。ということでね、今回はこの辺で終わろうと思います。いや、結構面白いゲームですね。はい。次回もですね、またよろしくお願いします。ありがとうございました。